このポッドキャストは、ミサイルマンを全世界の小学校の教科書に収録してほしい、ホラー小説家、平山夢明さんと、ヨーロッパやアメリカの DVD やブルーレイが日本語で簡単に手に入るウェブサイト、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、こんにちは、町山智博です。更新が、一周飛びました。どうもすいませんでした。はい。今日はですね、新作映画じゃないんですけれども、バットマンのダークナイトについてお話したいんですね。年末にザ・レスラーを見るまではダークナイトがもう2008年のアメリカ映画の中ではもう最高傑作だったんですね。でも日本ではちょっとこけてしまってですね、どうもちゃんと理解されてないみたいなんで、ダークナイト、特にそのジョーカーっていうのはいかにそのすごいキャラクターなのかっていう、話を今日はしたいと思います。というわけで、ダークナイトなんですけどね、この番組でも、ポッドキャ、いろんなところで、ダークナイトについて喋ってるんですけど、まだ喋ることあるのかお前っていう人もいると思うんですが、まああるんですね。まあダークナイト確かにしょぼいとこはいっぱいあってですね、まあ前半の中国絡みの、バットマンがね、香港だか上海だか行ったりする部分っていうのは、全然必要がなくてですね、丸ごとごっそり切ればかとか思うんですけども、あと、まあちょろいところが何箇所かありますよね。一番ちょろいのはラストですね。もうみんな映画見たっていう前提で話しますから、もうラストの話しますけども、まあ、ジョーカーがああいうことになっちゃうんですけども、あまりにもしょぼい、しょぼい、英語でですね、チューブラリンで話が終わるっていう言葉があるんですね。つまり話が途中でですね、ちゃんとした結末なしで終わってしまうっていうのをですね、まさにそのチューブラリンで終わってしまうっていうのを、文字通り絵に描いたように終わってしまうんで、ちょっとね、しょぼいっていうか、おい、ちょっと待てっていうところが、まあ、何箇所かあるんですね、今回のダークナイトは。だからまあ、僕はベスト点で選んだ時には3位なんですけれども、まあそれでもですね、ハリウッド映画が作った大作の中では、もうここ近年稀に見る、すごく真面目に作った映画でしたね。しっかり作った映画だったんで、非常に評価したいんですが、今回特にですね、なぜ日本でこけたのかっていうことから考えたんですね。で、多分これは前提となる、なんていうかね、価値観っていうか、まあ教養というかですね、もうアメリカ人とかイギリス人にとって当たり前のようにあるんだけれども、その、なんていうか、日本人にはなくて当然っていう、あったらちょっと変なやつみたいなものがあるからですね、その根底に。その根底にあるものっていうのは、ジョーカーのキャラクターの、なんていうか、源泉というか原型なんですよ。で、それはですね、ジョン・ミルトンっていう、まあ、詩人のですね、17世紀にいた、イギリスの詩人なんですが、その人が書いた失楽園っていう叙事詩。叙事詩っていうのはその、なんていうか、詩なんですけど、物語になってる、詩ですね。で、失楽園っていうのがあるんですね。これ、パラダイス・ロストっていう現代ですけども、それに登場するっていうか、まあ、登場するっていうか、前半にしか出てこないんですけども、あんまり。それの前半文に出てくるサタン、つまり悪魔ですね。そのキャラクターが、このジョーカーの前提になってるんですね。で、それはいちいち言わなくても、アメリカ人とかイギリス人にはわかるだろうっていうか、常識だろうみたいな世界であるんで、ちょっとわかりにくいんですね、日本人にとっては。と思ったんですよ。っていうか、このサタンを原型にしたキャラクターっていうのは、もう、すっごくたくさん、まあ、ヨーロッパ、キリスト教圏にあるので、まあ、いちいち説明しないんだけど、みたいな感じなんですね。そういう感じなんですよ。で、どういった感じかって言いますとですね、ジョーカーっていうのは何を目的で犯罪をしてるかがわからないんですね、このダークナイトの中では。つまり殺人がしたいわけでもないんですね。人をむやみに殺すってわけでもないんですよ。で、お金が欲しいわけでもなくて、その札束を積み上げて、お金なんか欲しくねえよとか言って焼き払っちゃうんですね。で、じゃあ、そのマフィアのボスになりたいかって言うと、別にそうでもないと。何をしたいんだろうっていうのが、まあ、わからない人には全然わからないと。で、しかもそのジョーカーっていう人の、ジョーカーって人って変ですけど、ジョーカーの口が裂けてるんですね、笑ったように。で、どうしてそうなったかっていうと、違った話をするんですね。俺の口がどういうふうに裂け、どうしてこんなになっちゃったか教えてやろうって言って、いつも違う話をするんですよ。これ原作でもそうなんですけれども、いつも違う話をしてて、どれもジョーク、まあ、非常になんていうか、ブラックジョークになってるんですけども、要するに本当のことが全然わからないというところなんですね。で、ジョーカーの出自については、その原作でも映画でもいろんな話が作られててですね、まあそのために違うんですけれども、で、今回は特にそれを描いてなかったんですね、ダークナイトでは。でもなぜ描かなかったかというと、それは関係ないから、要するに純粋な存在として描いてるんですね。もう純粋な、
なんていうか、イーブルって邪悪なものとして描こうとしてるからですね。で、この時僕が引き合いに出したのは、ダーティーハリーっていうクリント・イーストウッド主演のですね、クリント・イーストウッドがサンフランシスコの刑事をやる話でですね、それで出てくる連続殺人鬼がですね、スコルピオっていう名前なんですね。で、彼がやる殺人の動機は全くわからないんですよ。とにかく、無意味にビルの屋上からプールで泳いでる女の人を背中から撃ったりですね、まあ女の子を、まあ、誘拐してですね、まあ強姦して殺したりとか、まあいろいろしてるんですけども、何がしたいのか全然わからないと。で、最終的にはスクールバスを乗っ取って子供たちを皆殺しにしようとするんですけども、なんだか、その動機自体はもうまるで不明なんですね。で、しかもまあその資金源みたいなところも不明で、全くわからないキャラクター。で、どういった子供時代を送ったのか、どうして犯罪者になったのかってことも描かれないんですよ。で、このダーティハリーって映画で、まあ、やろうとしたのは、この、まあ、スコルピオって犯罪者は純粋な悪であって、社会が生み出したものではないってことを強調したかったんですね。っていうのは、まあ、その当時に限らないんですが、要するに犯罪者ってのは、やっぱり社会が生み出すわけですよ。そのひどい目にあったり、その社会によって貧乏とかでひどい目にあったり、その親がひどかったりして、で、まあ犯罪に走っていくと、トラウマがあったりするわけですけども、それを描いてしまうと、主人公が、まあつまらない人間になってしまうんですね。な、人間だからこんなこともあるよってことになってしまうんですよ。で、そうじゃなくて、それを描かないとなんだかわからない純粋な悪意みたいなものの塊になるんですね。そこにはですね、神の存在が出てくるんですね。つまり悪魔っていうものになるからですね、その犯罪者が。で、ダーティハリーっていうのは、そのダーティハリーが最初に出てくるときにですね、まあ、このポッドキャストでも話したような気がしますけど、ジーザーズ・クライストっていうのが最初の第一声なんですよ、クリント・イーストウッドが。で、その後もですね、ダーティハリーがまあ、究極のですね、まあ、殺されそうな状況に陥ったりするとですね、空高く十字架がそそり立ってるのが見えたりですね、まあ、教会の上でですね、張り込みをしててですね、そこにスコルピオがですね、神父を射殺しに来たりですね、で、スコルピオはその教会のてっぺんに立ってるネオンのですね、神は汝を救うたもうとか書いてるですね、ネオンサインをマシンガンでバカバカ撃ったりとかですね、そういった形で、まあ明らかに悪魔と神の対決として描こうとしてるんですね。で、どうしてダーティハリーでそういうことをする必要があったかというと、これは要するに、ものすごい悪い奴が出てきたときに、その犯人をですね、まあ、なかなか死刑にできない状態があったんですね。まあ当時も今もありますけど、その、犯罪者側の、加害者側の人権というものが、なんかなぜか大事にされてしまうという。被害者側の人権はどうなるんだっていうことが、まあテーマとしてあるわけなんですけども、ダーティハリーの。要するに、まあ、拷問によってですね、スコルピオの、なんていうか、自白を引き出すんですね。そのダーティハリーは。拷問ってのはまたすごいんですけど、マグナムでですね、44マグナムで足をガーンと打つんですね。で、足を打たれたそのスコルピオが空高く吹き飛ぶんですね。これも足を、打たれるとどのくらい空に飛ぶかっていう44マグナムの威力を示すシーンなんですけれども、撮影の時は多分紐で引っ張ったなと思いますけど、で、ぶっ倒れたそのスコルピオの足にですね、弾丸で砕けてる足をね、ぐりぐり踏むんですね、ダーティハリが。で、お前が誘拐した女の子の居場所はどこだって言いながら、こうぐりぐりぐりって踏むっていうシーンがあってですね、マグナムで撃たれて骨が砕けてるところを踏むってのは一体どういう世界なのかと思うと、その後スコルピオが出てくると足が完全に足首は引っ曲がってるんですよ。要するに手術でくっつけたんですけども、めちゃめちゃにされてるんでちゃんとまともにくっつかなかったっていうすごいシーンがあってですね、まあひどいと思ったわけですけども、もっとひどいことをスコルピオやってるんでね、女の子を誘拐してもうぐちゃぐちゃにして殺してるわけですから、まあひどいわけなんですけども、でも要するにまあ、今のその司法制度では彼を裁くことはできないんですね。もし多分逮捕したとしても精神異常ってことで無罪になってしまうと。で、どうしたらいいかってことでダーティハリーがもう、要するにまあ正当防衛みたいな状況を作り出してですね、スコルピオを射殺するんですね。ただその際も要するに、スコルピオに銃を持つ隙を与えるんですね。で、その銃拾ってみろというわけですよ。で、俺の方の弾丸がまだ残ってるかどうか、まだ俺は記憶曖昧なんだと。もう6発全部撃ったかもしれないと。で、ちょっとそのチャンスにかけてみるかって言って誘うんですね。で、スコルピオが銃を取ってこっちに向けた途端にバーンと撃ち殺すんですけど、もちろんこれはもうスコルピオの方が先に銃を持ってですね、ダーティハリーを撃とうとしたのを撃ち殺すんだから、まあ一応正当防衛という状態を作り出して撃ち殺すんですけども、もちろんそのスコルピオにも諦めるチャンスを与えるんですね。そこで要するに、
チャンスにかけないで諦めればお前許してやるよっていう、最後の最後にチャンスを与えて、でもそれを彼は拾わなかったから射殺しちゃうんですけれども、そこでバッジを捨てて、ダーティーハリーは刑事も辞めてですね、去っていくんですが、ただこれでダーティーハリーが主人公としてですね、みんな憎まれないで済むように作ってるのは、神と、キリストの化身の戦いという形にして描いてるんですね。で、キリスト教圏っていうか、ユダヤ教圏っていうか、中東から始まった文化圏ではですね、人が人を裁く権利はないんだと。要するに、所詮人間は人間だから。人が人を裁く権利はなくて、人を裁く権利っていうのは神にしか残されてないんだと、いう考えなんですね。だから、実際でも裁く必要があって、死刑にしたりするんですけど、その際は神の代理として法廷が、死刑にしたという形でですね、神の代理を、国家がですね、神の法を代行して行うという形を取らなければならないんですよ。中東から始まった、世界の文化圏においては。日本ではそういうことないんですけども、中国とかは。はい。で、この場合、ダーティハリーっていうのは何度も何度もそのキリスト的な、ムードを持たされることでですね、いつの間にかその観客の頭の中には、彼は神なんだと、神の代理人なんだというようなですね、深層心理的に植え付けられるんで、射殺しても OK みたいなことになっていくという感じになってるんですね。ちなみにそのダーティハリーの方もその背景がほとんど描かれない。一体何者なのかわからないと、いうふうなことで、神聖、神みたいな雰囲気を帯びているというのがダーティハリーだったんですけど、そのテクニックをそのダークナイトは使っているんですね。で、失楽園の話に戻りますと、失楽園っていうのはテーマ、タイトルからわかるようにですね、その楽園から追い出されちゃった人っていう話ですね。で、誰のことかというと、アダムとイブですね。で、エデンの園に暮らしてたんだけれども、誘惑されて、蛇に誘惑されて、悪魔が化けてた蛇に誘惑されて、それで知恵の実っていうのを食べてしまってですね。で、人間としての、はっきり言うと、実存に目覚めてしまうんですね。恥ずかしくなったとかそういうレベルじゃなくて、要するに人間としての意思に目覚めてしまうんですよ。つまり、これはもうはっきり言っちゃうと、神の家畜だったんですね、人間は。ペットだったわけですよ。で、そうじゃなくて、自分の意思というものに目覚めてしまうんですね。してもう、それはもう、君はもう、ペットじゃないから、勝手に行きなさいと。自分の意思を持ってるんだから、勝手に自分でどうにでも頑張りなさいってことで、楽園から、エデンの外から、そのから、アダムとイブが追い出されるという物語なんですけれども、ところがこの、パラダイスロスト失楽園っていうのは、前半がほとんどですね、サタンの話なんですよ。その、蛇に化けたサタンのですね。で、そこがめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、ほとんど戦争映画のような描写が続いてですね、多分おそらく日本のアニメーターの多くは、アニメ関係者の多くは、この前半部にものすごく影響を受けていると思いますね。はい。とにかく、ものすごい戦があってですね、天使たちが戦う、天使が兵士になって戦う神の軍団とですね、悪魔の軍団との戦いなんですね。とか、その、サタンっていうのは、もともとは天使の中でも、最も立派な天使、ルシファーっていう天使だったんですね。で、輝けるものっていう名前の、天使で、神から愛されていたにもかかわらず、やっぱり彼も目覚めてしまうんですね。自分というものに。それで神に反乱を起こすんですよ。俺はお前の奴隷じゃねえよってことでですね。それで戦争になると。で、その、エリートの天使軍と戦って負けてしまうんですね。で、負けてもですね、このサタンとサタンの軍団は諦めないんですよ。で、読んでるとですね、めちゃくちゃかっこいいんですね。で、なんていうかですね、いろんなアニメが影響を受けているというのは露骨にわかる。で、ちょっと岩波文庫でですね、平井雅穂先生が翻訳されたもう名著がありますんで、岩波文庫でぜひね、読んでいただきたいというふうにね、思うんですけれども、例えばですね、サタンがですね、地獄に追いやられてしまうわけですね、天国で、からですね、戦争に負けて、でもですね、たとえ地獄においても、天国において奴隷たるよりは、地獄の支配者たる方が、どれほど良いことか、っていうんですね。これかっこいいセリフですね。もっとかっこいいのはサタンじゃないんですけど、その相棒の、これね、地獄の軍団はね、地獄の軍団は相棒もみんなかっこいいんですよ。ベルゼバブっていうね、ハエの王って言われてる、相棒がいるんですけれども、その相棒もかっこいいしね、もう一人ですね、その悪魔の軍団の仲間でマンモンっていうですね、悪魔がいるんですけど、彼が言うセリフとかね、本当にもうめちゃくちゃかっこよくてですね、課せられた、彼ってのは神ですね、神の峻烈な法を受け入れ、賛美の歌を称しつつ、彼の王座を称え、強いられたハレルヤを歌いつつ、彼の神聖を称賛したらよいのか。これ要するに神の要するにルールを受け入れて、神に、従順に服従して、彼をおだててですね、いればいいのかと。
天国における我々の仕事、我々の楽しみといえば、まずこんなところだ。つまり天国にいたところで神様をよいしょよいしょしてですね、ふんわか幸せにのんびり暮らせってことなのかと。ね。憎む相手をあがめながら、未来永劫こんな日々を送るとなると、それこそ何と物を言うことか。要するに、幸せで平和かもしれないけど、天国では。でもだからって言って、その神っていうその強力なですね、支配者の下でペコペコしてなきゃなんないのかよって言ってるわけですね。で、いくら天国とはいえ、要するに、素晴らしい奴隷の境遇を求めるのはやめようではないか。自由に、誰にも責任を負うことなく、自らの良きものにのみ従って、つまり自らの信念にのみ従って、頼って、自主独立の生活を送ろうではないか。絢爛たる奴隷生活の平穏無事な首引きよりも、苦難に満ちた自由をこそ選ぼうではないか。って言うんですね。で、こういうかっこいいセリフがバンバン出てくるんですけど、これはまあ今言った通りですね。奴隷としての、なんていうか平和と幸せよりも、もう地獄に落ちて悪魔であっても自由でいたい。っていう悪魔軍団の心意気なんですよ。これどう読んでもめちゃくちゃかっこよくてですね。まあ僕は高校ぐらいの時に読んだんですけれども、まあ先生が読めって言ったからですけどね、臨者の先生がですね、読めよって読んだんですけども、もうめちゃくちゃかっこよかったですね。で、読んでハッと気がついたのは、あ、長い号のデビルマンってこれじゃんって、パクリの元ネタが分かったというね、いう感じだったんですけども、つまりまあ、長い号のデビルマンっていうのは、まあ、神がですね、デーモンを最初作ったのに、地球にデーモンという一族を、で、それがダメだって言って捨てちゃってですね。で、その後人間を作って、で、デーモンが復讐しに来ると。つまり、要するに地球を取り返しに来るっていう物語ですね。魔王ダンテもそうなんですけども、これは全く失楽園っていう、このミルトンの叙事詩の話をそのまま使ってるんでね。なんというか、まあ、パクリっちゅうんじゃないんですね。こういうのはね。インスパイアされたというものですね。はい。で、まあ、もともとこの失楽園も、まあ、聖書にインスパイアされて、自分の、まあ、もっとサタンをヒーローに、描いていったんですね、ジョン・ミルトンって人は。で、まあ、非常にそのデビルマン好きな人は絶対読んでほしいというかですね、デビルマン映画化しようとしたナス監督とかですね、こういったその失楽園という背景があるんだということをちゃんと分かって作ってほしかったですね。つまりその、悪魔とその神と人間のこの三角関係の物語なんですよね。で、それが分からないで、ただ物語だけやってもしょうがないわけですけれども、で、この失楽園っていう話がですね、非常にその、いろんな物語を作ってきてるんで、有名なのはフランケンシュタインっていうメアリー・シェリーが書いた物語ですけども、あれは要するに、まあ、フランケンシュタイン博士に作られた怪物がですね、まあ、フランケンシュタイン博士になんて醜いんだってことで捨てられてですね、嘆きながら放浪していくとこでですね、失楽園を読むんですね。で、失楽園を読んで、彼はサタンじゃなくてですね、アダム、その、まあ人間ですね、神に作られた人間アダムの方にですね、感情移入していくわけですよ。で、アダムはですね、途中で神に向かって、まあ、逆らうんですね。反乱を起こすんですね。で、私はあなたに作ってくれって頼んだことはないと。あなたは私を作ったって威張ってるけれども、私は誰も、私はあなたになんか頼んでないんだと作ってくれと。っていうふうに言うんですよ。で、フランケンシュタインの怪物もフランケンシュタイン博士に作ってくれって頼んでないのに作られて、それで、まあ、捨てられちゃってひどい目に遭ってるんで、まあ、このアダムは私であるって言うんですけれども、ところアダムってのは人間そのものなんですよね。ここがだからすごくミアリシェリーのよくできたところで、人間というのはみんなフランケンシュタインの怪物と同じなんだと。誰も好きで生まれてきたわけじゃないんだよと。で、生まれてきた時にもう嫌な、要するに苦労をみんな背負うんだということなんですね。つまりもう我々はみんなフランケンシュタインの怪物であると。だからこのフランケンシュタインという物語は、なぜかこの怪物が主人公、怪物がヒーローであって、読んでる人はこの怪物に感情移入するように書かれてるんですね。それはなぜかっていうと、アダムにフランケンシュタインは感情移入する。アダムは人間だから。人間すべて望むんで生まれてきたものではないんだけれども、生きなければならないからなんですね。で、また失楽園のサタンっていうのはですね、まあいろんな物語に影響を与えてるって、さっきデビルマンもそうだって言いましたけども、ブレードランナーですね。ブレードランナーはまあ有名な話で、ロイ・バッティっていうまあ、ルトガー・ハウが扮するキャラクターがまあアンドロイドなわけですけども、まあレプリカンとか映画の中では。で、彼は望んで生まれてきたわけではないわけですけども、それで自分を作った博士のところに行くわけですね。で、要するに寿命にタイムリミッターが仕掛けてあって、ある一定の年齢になるとレプリカンとは死ぬようにできてるんですね。そうしないと反乱を起こしてしまうから。ところがもう彼は人間として生きるですね、意志を持ってしまって反乱を起こしてしまったと。で、造物主、自分を作った博士、つまり人間にとっては神ですね、に会いに行くっていう、
物語なんですね。この要するに彼のキャラクターっていうのは、まあ、失楽園の、まあ、アダムであって、メアリー・シェリーのフランケンシュタインであって、で最後にその自分の、要するに、まあ、自分を作った神を殺してしまうんですね。でもう自分はもう生きることができないってことは分かって、もう神を殺した者、つまりもう悪魔になってしまうわけですね。でその時にもう、でまあ要するに奴隷の幸福よりも、まあ、地獄に落ちる自由を選んだということになるわけですね。でこのロイ・バッティっていうキャラクターは、まあ、非常にそのブレードランナーファンの間でも非常に人気を得てるのは、彼にこそ感情移入するからですね。つまりなぜかというと、レプリカントは、望んで生まれてきたわけでもないし、で望んでないのにいつか死んでしまうと。でよく考えると人間みんなそうなんですね。だからなんですよ、彼は人間なんですよ。でそれに対して悩んで逆らうんですね、運命に反抗するんですね。それはまあ人間そのものなんですね。だからロイ・バッティに感動していくという話なんですね、ブレードランナーっていうのは。で今回のジョーカー、ダークナイトのジョーカーっていうのはやっぱりサタンなんですね。で彼がやろうとしていることっていうのは目的がわからない、つまりゴッサム市で破壊することにも大量虐殺でもないんですね。泥棒してお金持ちになることにもないと。でそれはですね、失楽園を読むとわかるんですね。失楽園では最初ですね、神の軍団と悪魔の軍団が戦って、悪魔の軍団が負けるんですね。でサタンはもう本当ボロカスに負けるんですけれども、その中で次の戦いの展開を変えるんですね。どういうふうに展開を変えるかっていうと、神があんなに愛してる人間っていうものを誘惑してやろうっていう作戦に変更するわけですよ。で、蛇に化けて、そのエデンの園に暮らしてる、アダムとイブを誘惑するわけですよ。で、まあ、知恵をつけることによって、要するに主体、自我ってものが人間に生まれて、神に逆らってしまうという状況を起こすんですね。で、このジョーカーがやってることも、要するにもう、サタンが化けた蛇と同じなんですね。人間を誘惑することなんですね。人間がみんな信じてる正義とか、その倫理っていうものを突き崩すことが、彼の目的なんですね。だから、その、バットマンに、その、なんか地方検事のハーベイ・デントと、自分の愛してる、その、女と、要するに、どっちを救うかっていう、選択を突きつけてみたりですね。それで、要するに、お前は本当に、要するに、本当は地方検事が死ねばいいと思ってるんだろうと。それで、あの女の子だけ助けて、あの女の子を自分のものにしたいんだろうってことで、要するに、お前は本当は、そういう、なんていうか、自己中心的なところがあるんだろうっていうですね、本当は正義じゃないんだろうっていうような、要するに、まあ、テストをするわけですよね。で、あとはその、犯罪者ばっかり乗せた船とですね、普通の人たちに乗った船を、両方に爆弾を仕掛けて、互いの起爆装置を互いの船に乗せて、自分が助かりたければ、相手の船を先に沈めろと。相手が全部死ぬけれども、要するにお前ら助けてやるぞと。で、要するに、犯罪者たちは今まで、その、俺たちを、要するに差別してきた普通の奴らを皆殺しにして俺たちが助かるんだったら爆弾のスイッチを押そうじゃないかって話になってきて、で、今度はサラリーマンみたいなその普通の市民たちがですね、あいつら犯罪者なんだから死ねばいいんだと。あいつらが死んで俺たちが助かるのは別に悪くないじゃないかって言って爆弾を押そうとするんですね。つまり、自分のことしか考えなくなるわけですね。で、それがお前らの本質なんだろうと。で、その人間たちが偉そうなこと言ってるけども、本当は自分のことしか何も考えてないんだってところを暴き出してやろうっていうのが、ジョーカーの目的なんですよ。で、別にそれでお金を儲かるわけじゃないんですよ。それが一番やりたいことなんですよ。それはサタンがやったことと同じで、毎週神への挑戦なんですね。で、こういう文脈がその日本にないんで、ちょっと何をやろうとしてるかわからないってところがあるんですね。で、善意とかですね、なんていうか、まあ人間の中にある、まあ正義とかそういったものっていうものは、ヨーロッパにおいては、そのもうギリシャ時代からですね、まあイデアっていう考え方がありますけど、プラトンとかですね、ギリシャの、もう古代ギリシャからですね、人間にもともと生まれつき備わっているものなんだっていう考え方がね、ヨーロッパの、思想にはあるんですよ。これはもう日本人の思想には、まああるかっていうと、まあ仏教にありますね。仏っていうものは一人一人の心の中にいるんだみたいな考え方に、まあちょっと近いですけれども、そんなもんねえよってことを言いたいんですね。ジョーカーは。で、世の中のあらゆるルールに俺は挑戦するってことを言ってるわけですけども、すべてのルールを破壊して、何もかも混沌に導いてやると。で、カオスを呼び起こすんだと。俺はカオスのエージェントだって言うんですね。カオスの使い人だって言うんですよね。
で、カオスに対するコスモスっていう概念があるんですね。実はカオスってのは混沌なんですけど、もう、コスモス、秩序っていうものはそれに対するその反対語としてあるんですね。で、秩序ってのは神の理論だとされてるわけですね。これはもう、キリスト教も以前からずっとギリシャ時代からある考え方なんですね。で、まあ、これは、実は中国にもありますね。混沌っていう物語ありますね、有名なね。で、人類は最初、地球が始まる前は混沌から始まったっていう考え方があって、で、そこに秩序が出てきて、社会とか、社会じゃない、世界ができたんだというのは、まあ、中国にも共通する概念ですけれども、それをぶち壊そうとする、究極の破壊者なんですね。で、なぜそこまでやるかっていうと、人間にはどこまでできるのか、人間はどこまで自由なのかっていうことを試したいからなんですよ。これも多分ね、分かりにくいと思うんですけど、自由意志って言葉があるんですね。つまりヨーロッパでは、まあ、要するに人間っていうのは自由意志はないんだと。全ては神が作り保ったものなんだって考え方はずっとあったわけですね。もうそれこそキリスト教の以前から何度も言いますけども、人間ってのは生まれつき人間性みたいなものを持ってると。で、そこから逃げられないんだよってことなんですね。純粋理性みたいなものはないんだってことなんですね。純粋な理性、純粋なその何ていうか冷静な判断力だけで人間は動かないっていうか、そんなものはないんだ。その根底に何か神的なものがあるんだ、正義みたいなものがあるんだっていうのはずっと続いてきたわけですよ。ところが自由意志っていうのはそんなものないんだよと。人間は根本的に何もかも自由なんだと。何でもできるんだと。悪いことでもどんなことでもできるんだと。その人間の中にあるその善意っていうものは空想に過ぎないんだよと。フィクションなんだよって考え方があるんですよ。で、その二つは対立してきたんですね。有名なのはニーチェですね。ニーチェっていうのはもう人間にはもともとそういったものはないんだよと。もともと人間は何でもできるんだと。すべて許されてるんだと。どんなひどいことでもできるんだと。自由なんだと。神なんかいないんだと。人間の本質ってものはないんだと。そんなもん空想なんだっていうのをニーチェは言ったわけですよね。で、なぜそんなことをわざわざ言わなきゃいけなかったかというと、それほどまでにギリシ、古典、古代ギリシャからそのキリスト教を通じて支配してきた神っていう考え方ですね、はあまりにも独裁的だったんですよ。もう動かしがたい支配者だったんですね。だからわざわざそんなものないんだって言わなきゃいけなかったんですよ。そうしなければ本当に自由になれなかったんですね。人間というのはどんな悪いことにもできるんだってことをわざわざ言わなきゃならなかったんですよ。それが自由意志っていうものなんですね。で、この考え方っていうのは実はすごくキリスト教圏的なですね、まあイスラム教もそうですけども、だから、なものなんですけれども、日本で唯一それに対して挑戦しようとした作家っていうのは石原慎太郎なんですね。慎太郎っていうのはその自由意志ってものを徹底的にその追求しようとした、作家だったんですね。で、最初はセックスから入ってったんですけども、この人の小説で最も問題があるのは、完全なる遊戯っていう小説なんですね。これはもう、チャラチャラ遊んでるその金持ちのお坊ちゃんたちがですね、まあ、つつましく暮らしてる貧乏な知恵遅れの少女をですね、まあ、みんなで輪姦してですね、で、捨ててですね、どうなるか見てみようっていうふうに遊ぶっていう話なんですね。まさに完全なる遊戯なんですね。ところが、その子は本当にいい子で、もう本当にどん底に落ちて、性風俗のどん底に落ちても、けなげに働き続けてるんですね。で、もっても、けなげに正しく、清く生き続けてると。それを見て、主人公たち、ものすごく傷つけられた気持ちになるんですね。で、その女の子を崖から突き落として殺してしまうんですよ。これは一体何なのか。善意が怖かったんですね。人間には善意なんてものはないんだと。我々は本当に自由なんだと。徹底的に自由であって、もう何もそこには障害もなければ、その空気もないと。自分の体の心の中にも何も手錠も何もないんだということを信じたいんですね。この主人公たちと石原慎太郎は。でも、そうじゃない証明みたいなもの、人間の心には神みたいな善意が宿ってるんだってことを証明するような少女が出てくるんですね。どんなに踏みにじられても清く正しく生きようとする少女が。それでも我慢できなくなって殺してしまうんですね。これ一体どういう話なのかっていうと、二つ多分アンビバレントなことを石原慎太郎考えてるんですね。つまり一つは、やっぱり人間っていうのは本質的にはいいものを持ってるっていう、もう逆らいたいんだけども逆らいきれないものがあるのかもしれないと。ただ、それに対して徹底的に逆らわなければ、つまり神に対して徹底的に逆らわなければ、俺たちはただのペットになっちゃうよと。倫理とか社会とか、もう神とかそういったもののペットになっちゃうよと。奴隷になっちゃうよと。だから、それが間違ってる、どんなに悪いって分かってても俺たちは逆らい続けなければいけないんだと。それが実存なんだという、人間が生きるっていうのはそういうことなんだっていう、非常にもう切実で、なおかつですね、ちょっと
狂ったですね、考え方ですね。これが石原慎太郎の思想だったんですね。ただそういう人がそのまま政治家になったってことを、ほとんどの石原慎太郎支持者は知らないですけども、本当にそういう人なんですよ。だから非常に実存主義的なね、ニーチェ的な哲学を追求した人ですよね。で、ジョーカーってのはまさにそういう人間なんですよ。本当に自由になるために、本当に勝つためには、政治とかそういったものに勝つんじゃなくて、人間の心に勝つことなんですね。だから彼はこう言うんですね。俺はお前と殴り合いしたいわけじゃないんだよってバットマンに言うんですね。俺がやりたいのは、ゴッサムシティの心、ソウルを掴むことなんだよ。掴むってのはこう人気を得るってことじゃなくて、彼らの心を奪うんだと。つまり彼らの心を壊しちゃうんだと。いうことを言ってるんですね。で、これはサタンなんですね。つまりサタンはずっと神との軍団と戦って軍事的な勝利を得ようとしたんですけども、それには意味がないんだってことを気がついて、神が一生懸命作って、神が自分に似せて作ったはずの人間の心を壊してしまおうとするんですね。それこそ神に対する最大の復讐であると考えるんですよ。ところがこのサタンっていうキャラクターは悪魔なんですけれども、ミルトンは明らかにこれを人間そのものとして描いてるんですね。つまり人間ってのはそういう存在なんだと。サタンみたいに神に対して徹底的に逆らい続けることで初めて人間として生きることができるんだと。運命とか神だけじゃなくて、いろんなその周りのルールに対して徹底的に逆らって真に自由でいることでしか人間は生きられないんだよってことなんですね。だから例えばお金もらってその何でもあげるよっつって奴隷で暮らせるかっつったら、人間暮らせないんですよ。どんなに貧しくても自由で生きたいっていう気持ちがどっかにあるんですね。要するにご飯食べなきゃ生きていけないっていう人はいますけれども、じゃあご飯だけあげたらに生きていけるのかと、人間生きられないんですね。人はパンのみに生きるにあらずなんですね。で、人間というのはもっと具体的には完全自由であることってのは絶対ありえないんで、常に自由に向かって戦い続けるっていう状況になるんですね。その時初めて人間生きてるっていう実感を得るんですよ。完全自由ってのは絶対にありえないですからね。死ぬことしてしかありえないんで。で、それを究極的に証明しているのがサタンであり、フランケンシュタインであり、ジョーカーなんですね。でもこのサタンとかですね、ジョーカーの戦いっていうのは、まあ、絶対に勝つことのない戦いですよね。で、まあ相手は神だったりですね、まあ、人間性そのものなわけでね、それに対して要するにまあジョーカーやサタンが完全に勝利したら、もう世の中終わってるわけですね。で、まあ、ジョーカーはですね、負けるんですけども、ちょっと、負けた時にですね、そんなに悔しがってないとか、またちょっといいんですね。ちょっと泣けるんですね。つまり、人間というのはもう、裏切り合って、自分たちの、利益のために、互いを殺してしまうんだってことを証明しようとしてですね、ハーベイ・デントとかを、まあ、誘惑するわけですけれども、まるでサタンのようにね、メフィストのようにね。ところが、人間たちが、爆弾を持った人たちがですね、爆弾のスイッチを持たされた人たちが、まあ、自分たちは死んでもいいから、他の人を殺すのはやめようって言って爆弾のスイッチを押すのをためらうんですね。押さなかったんですね。で、それを知った時、ジョーカーっていうのは、がっかりしたぜとは言ってんですけど、本当にがっかりしたように見えないんですね。そこがいいんですね。やっぱり人間というのは根底でなんか善意ってものはあるみたいじゃんっていうところで、いやー、今回は負けたなって感じなんですね。で、また今度はやってやるからな。っていう、その辺もちょっといい感じなんですね。つまりもう最初からジョーカーは自分は勝てないっていうのはある程度分かってるんですね。それでもやり続けるんですね。それが彼にとって徹底的な反抗なんですね。究極の反抗で、それによってしか彼は生きることはできないっていう。だからこのダークナイトの中で唯一ですね、ジョーカーが勝利する場面っていうのがあってですね、要するに警察署にですね、逮捕されて、で、まあ、ひどい人間爆弾作戦でですね、警察署から脱出して、で、パトカーに乗って、夜道をですね、髪をなびかせながら、箱乗りってやつですね、パトカーの窓からジョーカーが首を出してですね、まあ、勝利の、なんとか、凱歌を心の中で上げながら、髪をなびかせて走っていくシーンっていうのがあるんですね。そこはものすごい、なぜか感動的なんですね。ジョーカーってものすごい悪い奴なのに、その瞬間ジョーカー勝ってるんですよ。もうほんの一瞬の勝利ですよね。最終的には負けますけれども、ほんの一瞬だけですね、人間の徹底的なですね、反抗心とか自由意志がですね、神が作った人間性っていうものに勝ったんですね。非常に邪悪な形で。それがなぜかすごく見てるものに、感動をもたらすんですね。不思議な。
よくやったな、みたいな。ここはまた怖い映画なんですね。つまり物事いいものことがある、悪いことがあるってことで、きっぱり分けて考えてないんですね。悪い奴は悪いんだ、いい奴はいいんだ、みたいに描いてないんですね。どうだ、ジョーカーものすごい悪い奴だと。人殺しだと。何もいいことがないっていうか、もう究極の悪だと。でも彼が勝利したとき、どうだ、観客は少し気持ちよかっただろう、っていうことですね。これはね、時計仕掛けのオレンジがそうですね。時計仕掛けのオレンジはとにかくもうひどいレイプマンの殺人鬼がですね、どん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 悪いことをしていく話ですけども、途中で彼が要するに、まあ、レイプも殺人もできなくなってしまうんですよ。で、ただのおとなしい男になってて、みんなにいじめられていく中で、それを見てるとですね、観客はですね、なんとなくかわいそうになってくるんですね。彼は、奴隷になってしまった。家畜みたいになっちゃったと思って、ものすごく悲しくなってくるんですね。で、思い出すと彼っていうのはものすごくひどくて、人殺しで弱い者いじめして、もう本当にひどかったけれども、でも生き生きとしてたな、と。すごく魅力的だった、っていうのを思い出してくるんですね。その彼が殺人とか強姦をしてるときはすごく嫌な奴だなと思って、なんて奴だと思って見てるんですけど、彼が家畜みたいにおとなしくなってしまうのを見ると、いやでも前の方が生き生きとしてたよって思っちゃうんですよ。それで最後またですね、強姦殺人魔に戻るわけですけれども、すると一瞬ほっとするんですね、観客は。あ、また戻ったのか。よかったじゃないかって気持ちに一瞬だけなるんですね。怖いんですね。そういう気持ちにさせるんですね。要するに、こういう映画っていうのは人々の善悪の、要するに凝り固まっている、善だの悪だの、その正義と悪だの、そういった二項対立を突き崩すんですね。そんなにきっぱり分けられるもんじゃないよと。お前自身自分のことを徹底的に正義だと信じてるわけで、そんなことないんだよと。人殺しは絶対悪いことだと信じてるかもしれないけども、本当にそうなのか。突き崩すんですね。どうだと。時計仕掛けのオレンジで強姦殺人繰り返してたアレックスは本当に嫌な奴だと思っただろうけど、彼がそれをできなくなって家畜になった時、本当はちょっと悲しかっただろう、お前たち。って観客に突きつけるんですね。ジョーカーもそうですね。徹底的に悪いやつに描きながら、お前どうだ、ジョーカー好きだろ、こんなに自由なやつは見たことあるかと、何も恐れないぞと、悪だって言われても平気だぞと、孤独も平気だぞと、神も恐れないぞと、地獄も恐れないぞと、こんなに強い自由なやつは見たことあるか、かっこいいだろと、憧れるだろうってことですね。まあもちろんすごく感性の鈍い人はね、ジョーカー見てもなんて悪いやつだろう、困ったもんだと思うだけで何も心を動かされないんだろうと思うんですけど、そういう人はまあ、ミルトンの失楽園を読んでも何とも思わないですよね。ちなみにミルトンは失楽園っていうのを書いたのはですね、イギリスで革命を起こしたんですね。正教と革命っていう、そのキリスト教の厳格なキリスト教徒たちが起こした革命なんですけれども、それでまあ王様を処刑してですね、ところがそのクロムウェルっていうまあリーダーがですね、まあ軍事独裁者になってしまったと。で、せっかく革命を起こして世の中を良くするはずで、キリスト教的な素晴らしい革命をするはずだったのに、まあ、キリスト教原理主義的なですね、独裁者になってしまったんですね、クロムウェルって男は。で、もっとひどい世の中になってしまったと。で、その時に、ところは国王を殺すっていうことに関してですね、それは正しいことなんだっていうことを言ったのがミルトンだったんですね。で、まあ、ミルトンっていうのはその、クロムウェルにとってその、政教と革命の、思想的なリーダーとして、まあ、なんていうか、重用されるわけですけれども、重宝されるわけですけれども、で、ところが、その、結局、クロムウェルは途中で病気で死にましてですね、その革命政府は崩壊して、また王様が戻ってきて王政復古になるんですね。で、結局反乱ということになりますから、ミルトンもその反乱に、まあ、組みしたものとしてですね、死刑判決を受けたりするんですけど、まあ、結局、助かりましたけれども、まあ、悪魔扱いされたわけですよ。つまりルシファーっていう、さっき言ったサタンっていうのは神からですね、地獄に突き落とされたわけですけども、罪人として。それと同じ経験をミルトンは得たんですね。だから、この失楽園におけるその、サタンとですね、要するに神に逆らおうとした、つまり王に逆らおうとしたミルトン自身ですね、と、まあ、追放されてしまったアダムっていうのは、まあ、ミルトン自身なんですよ。つまりこれは、自分の信念に従ってものすごい政治的な革命、反乱を起こしてですね、世の中をもう徹底的にもうめちゃめちゃにしてしまったミルトンっていう、それに加担したミルトンっていう男のですね、語った物語であって、私はサタンである、私はアダムであると、私は反抗者であったと。でもそれが人間なんだと。徹底的に戦い続けるぞという気持ちが込められてるんですね。で、その向こうに、実はまあキリストが出てくるわけですけれども、最終的にキリストはですね、サタンの誘惑を退けるっていう続編が描かれるわけですけれども、まあ、このダークナイトにおいてはキリストが、まあ、バットマンに
近い存在なわけですね。ダーティハリにおいてダーティハリがキリストだったようにですね。で、そう考えると聖書っていうのは神様の言葉だとして文字通り信じていくっていう読み方じゃなくて、やっぱり人間の生きる物語として読んでいくとすごく、結構ふざけんじゃねえよ、こんな宗教とかの迷信じゃねえかっていうふうに思いますか、僕は。でもそこの中にですね、やっぱり人間が書いてるものですから、本当は人間が書いてるわけですよ。神が書いたもんじゃないですよね、聖書にしても本当はね。そこにやっぱりね、人間というものは生きるといったら何だろうってことが普通にやっぱり描かれてしまっちゃうんですね、人間だから。で、それは要するに神の奴隷になることじゃないんですね。どんなに正しいものが天の上にあって、どんなに正しくて、どんなに立派で、どんなに慈悲深くても、それに従ってたらただの奴隷なんですよ。どんなに間違ってても、どんなに悪魔でも、どんなにもう殺人鬼でも、どんなにひどくても、やっぱりなんか逆らわずにいられない、逆らう人に憧れずにいられないっていうのがやっぱり人間なんですね。そうしなければ人間というのは生きてる意味がないんですね。てな感じで、その高校の時に失楽園を読んで、まあ非常に感動してですね、それが頭にこびりついて生きてきてるんで、そのまあ会社行ってもまあろくな社員になれるわけなくて、まあ社長と喧嘩して辞めちゃったりね、どこ行っても喧嘩ばっかりして、なんかまあ非常に生きづらい人生を送ってますけれども、まあ平穏無事にですね、ぬくぬくと楽しく幸せに暮らしていきたいと思う人は、今日の話はですね、けっと思いながら聞いてればいいんじゃないかと思いますけれども、はい。ちなみにですね、スコット・デリクソンという監督がいるんですけれども、エミリー・ローズのなんとかっていう悪魔付き映画作った変な人ですけれども、その人が失楽園、パラダイス・ロストをですね、ミルトンの、それを映画化しようという計画を昔からですね、練ってるみたいなんですね。まあ要するにサタンの軍団と神の軍団の戦いをですね、まあ SFX で描くっていうことらしいんですけれども、まあでも本当にこの失楽園はすごい小説っていうか叙事詩ですよ。だってもう完全にサタンがヒーローなんだもん。めちゃくちゃかっこよくてですね、この悪魔の軍団というのはものすごく正々堂々と戦う人たちでね、絶対に負けないし、勇猛果敢でですね、全然悪魔じゃないっていうか、悪いところが全然ない、ただの、もう、なんていうか、立派な男たちとして描かれてるんで、まあ、これはミルトンっていう人が、要するに自分がその革命の側についてですね、反抗したことを、まあ、ちょっと英雄的に描いてしまっているんですね。まあ、でもそこはすごく変わった小説ですけども、変わった本ですけども、はい。それをですね、その映画化しようとしてたと。スコット・デリクソンという監督は。で、その時にサタンの役として考えていたのがヒース・レジャーだったんですね。ジョーカーの。ね、本当に惜しい人を亡くしました。はい。ということで、また来週。